塩釜市営機船は、塩釜市が運航する公営の定期航路である。塩釜港のマリンゲート塩釜と浦戸諸島を結んでいる。航路相称は、浦戸市を再開ろ1944年8月20日、浦戸諸島へ就航していた民間事業者13航路を買収して、船舶17隻、職員50名の規模で、塩釜市交通部が発足した。 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では塩釜市で震度6強の揺れを観測、市営規制の乗客、船員、船舶に被害はなかったが、津波により、浦戸地区は甚大な被害を受け、マリンゲート塩釜は1階が浸水、サブサワ漁港では浮き桟橋が流出、その他航路上の障害物の影響などで運行不能となり運休したが、 3月26日より限定的に運行を再開した。マリンゲート塩釜塩釜港では、マリンゲート塩釜内の自販機で乗船券を発売。各島では船内で発売。2016年7月21日から8月31日にかけて航路相性を公募した結果、裏戸塩再開ローンが採用された。小型船2隻、大型船1隻の3隻を運行している。 ウラトは国内初のバリアフリー対 OFRP 小型旅客船である。2018年8月大島汽船へ、売船観光船として活躍。2019年5月神奈川県横須賀佐島への多客輸送のためトライアングルへ貸し出し。後に2020年1月岩城市の会社へ売却。現在岩城小名浜港にて観光船改造のため、停流中。 ありがとうございます。